DJ ケチャップと素敵な仲間たち、今月も元気にスタートしていきましょう。パーソナリティの DJ ケチャップです。アシスタントの久林すみ子です。よろしくお願いします。さて今日のゲストご紹介いたします。はい、株式会社市川食品代表取締役社長市川秀久様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。市川さん、市川社長です。もう何の社長かすぐ分かりますね。ボン、はい、ということで市川さん、はい、市川食品、何を主に扱ってらっしゃる会社ですか？はい、まあ、こちらに並んでいるような商品、まあ、こんにゃくがまあ主体な食品製造業を営んでおります。こんにゃくが主体っていうことは、こんにゃく以外にも売られたりしてるんですか？はい、夏場にはところてんといったような食材だったり、くず切り、みつ豆、うん、まあ、夏場の涼味と言われるような、うん、食品も作ってます。なるほど。いやもうね、僕、うん、こんにゃく最近食べて、うん、めちゃくちゃ美味しいな、こんにゃく大好きやと思った時、今日のゲストですから、ま、じゃあこれ本当に、ま、っていうのも、うん、僕先日実家に帰ってまして、実家に帰った時、僕まあ兵庫県のすごい田舎の町で、こんにゃく芋から手作りのこんにゃくを作る家庭もあるんですよ。 ありますね、ま、でその人たちが近所からいただいたっていうこんにゃくをいただいて食べた時、いやこんにゃくってやっぱ美味しいなと思って、お刺身でいただいたんですけど、手作り美味しいですね、っていうところで、うん、あこんにゃく美味しいな、これからもっとこんにゃく食べよう、体にもいいなって思ってたんですけど群馬って言ったらやっぱりこんにゃくどころですよね。そうですね、うん、こんにゃく芋の生産量の 94% は群馬県で作られているので、まあ、そんなですか？はい、もうほぼ群馬県産。日本のですか？そうです、はい、知ってらっしゃいました？知らなかったです。ただ、いわゆるね、食べやすいこんにゃくゼリーとかっていう形での企業さんも、うんうん、群馬の企業さんじゃないですか、はい、というところでこんにゃくに強い町なのかなと思ってましたけどやっぱ昔から伝統的な料理としてこんにゃくがあるんですか？そうですね、うん、群馬県は、まあ、こんにゃく芋の生産、まあ、群馬の土地が、土がこんにゃく栽培に、こんにゃく芋の栽培に適しているっていうこともあったと思うんですけど、どういうところが適してるんですか？群馬県は、まあ、適度にこう斜面があって水はけが良くて、うん、まあ、火山灰の大地ですので、うん、まあ、適度に、まあ、まあ、土地が、まあ、うん、養分があって、なるほど、で水はけがいいっていうのがこんにゃく栽培に適しているので、うん、そういったこともあってこんにゃく芋の栽培がまあずっと行われてきて、まあ、今はもう、もうほぼ群馬県産ということになっています。なるほどね。で、じゃあ今回走るとこんにゃく畑があるんですよ。あ、今度ぜひね、見ていただきたいぐらいですよね。関越自動車道を北上していくと、うん、はい、沼田の手前あたり、今昭和村っていうエリアなんかは、うん、はい、高速道路から下を見ると、うん、これから夏にかけて、うん、もう青々とした葉っぱがこう広がってくるんですけど、それこんにゃく芋の畑になります。はい、こんにゃく芋のこう収穫時期っていつなんですか？10月の後半から、まあ、12月いっぱいぐらいなんですけど、3年かけて大きく育てるっていう多年草の植物なんですけども、1年に1回取れるものではない。そうなんですよ。1年大きくしたら1回掘り起こして、ちょっと寒さに弱いので1回暖かいところで保管をしておいて、また春に植えてっていうのを、まあ、2年から3年繰り返して、まあ、そうですね、かぼちゃより2回りぐらい大きいぐらいの、こんにゃく芋になると、それがまあ、まあ、こんにゃくになるべく加工されると。いや、めちゃくちゃじゃあ育てるの大変なのにすごいあれじゃないですか、景気の優等生と言われるぐらい、ね、価格変動もそんな大きくなるわけじゃなくて、お手頃な食品じゃないですか。そうですね、こんにゃく加工食品としてのこんにゃくは、まあ、ある程度、まあ、非常にお求めやすい価格になってるかなと思うんですけど、うん、原料のこんにゃく芋の価格っていうのは実は結構乱高下が大きくて、栽培が非常にまあ難しい植物、まあ、病気に弱かったり天候不順に弱かったりっていうことがあって、不作になると非常に、まあ、相場が上がるっていうような、こんにゃく玉、まあ、こんにゃく芋、こんにゃく玉って言われるんですけど、まあ 別名運玉って呼ばれるぐらい、その良くなったり悪くなったりっていうのが激しいということもあって、まあ、それによっての価格のまあ実は乱高下が実は多くて、はい、まあ、我々なんとかそう召し上がっていただくこんにゃくの価格をなるべくまあ保てるような、そういった努力をしてますけど、じゃあここの一番大変なところですよね、その乱高下しちゃうと。こんにゃくっていうのはやっぱり、まあ、日本の食卓には、まあ、やっぱ特に和食にこう
いわゆる名脇役といいますか、うん、煮物だったり、うん、あとはお鍋とか、うん、鍋の中に白滝とかすき焼き、はい、まあ、主役ではないんですけれども、まあ、名脇役になれるような、うん、まあ、いろんなところにこう出ていけるような食材という意味では、まあ、安定した価格で、まあ、我々が作って召し上がっていただくというのは大事かなと思っています。大変ですね。じゃあ市川食品さん、これ市川さん何代目の社長さんですか？代でいうと5代目になります。はあ、じゃあもう創業100年。そうです、もうすぐ100年になるんですけど、今97年目になります。はい、大正14年。大正14年、はあ、じゃあこの市川食品さんで扱われているこんにゃくの原料はできるだけ地場のものを使ってらっしゃる？あの 100% 群馬県産を使っています。へー、すごいなぁ。じゃあその高速から見下ろすそのこんにゃく畑のこんにゃくの芋のそれを使ってらっしゃる。そうですね、はい。こんにゃくってどうなんですか？他の国などでも食されてるもんなんですか？もともとは中国大陸から日本に伝わったのが、まあ、聖徳太子の時代ぐらいっていうふうに言われています、うん、仏教とともに大陸から日本に伝わったというふうに言われているんですけども、はい、まあ、今ぐらいなんですかね、こんにゃくを食べるのは実は日本ぐらいですね。あまり海外で、こんにゃくを召し上がるっていう風習はあまりなくて、うん、はい、いやでもこんにゃくをじゃあ海外で食べないということは、はい、海外でいわゆる生産していることもあまりないということになってきますね。そうですね、こんにゃく芋は海外では、まあ、中国で栽培されてますけれども、あまり、やっぱり食べる文化がないので、まあ、ですけれども割とここ10年ぐらいの間で、はい、あのこんにゃく の, その低カロリーっていうところが注目されて、まあ、いわゆる麺の代わり、まあ、ヌードルの代わりとして、ね、白滝を、まあ、低カロリーな食材として、まあ、ニューヨーカーが食べてるとかそんなような話は聞いたことがありますね。だってコンビニ行ったりとかスーパーに行ってももうね、はい、低糖質麺でこんにゃく麺っていうのがもう普通に手に取れる時代になりましたけども、ね、うん、それぐらい市川さんやっぱりこんにゃくにこうがこういろいろまつわる事情みたいなのってどんどんこう年々変わってきてるところも感じられるもありますか？そうですね、まあ、日本の食文化が、まあ、欧米化してきている中で、はい、和食としての登場機会が少なくなってきているということ、うん、それとあとは家族の構成人数が少なくなっているので、うんうん、割とこう、まあ、いわゆる大家族ですとこう鍋を囲んで、はい、食卓がっていうのがありましたけれども、そうすると、うん、白滝だったり、まあ、やっぱ和食が多ければこんにゃくが登場する機会が多いんですけど、うん、こう欧米化していく中でこんにゃくの登場機会って実は年々少なくなってきてまして、平成元年ぐらいをピークに、うん、その後は実はずっとこんにゃくの消費っていうのは、まあ、右肩下がり、まあ、今も少し微減状態、少しずつまあちょっと減ってきてしまってるんで、まあ、我々こんにゃくを作る、まあ、メーカー、そしてまあ群馬県があのこんにゃく芋の一大産地でありますので、まあ、こんにゃくをまあより多く、ね、食べていただきたいなと、その減ってる曲線が少しでも上向きになるような、まあ、そういったものづくり活動をしていきたいなとは思っております。なるほど。ただへこんでる部分はあっても、逆に言うとそのこんにゃく麺だったりとかで上がってるところもあるんじゃないかなと思ったんですけどね。そうですね、うん、こんにゃく麺低糖質低カロリー低糖質っていうことでこんにゃく麺だったりそういったものが一部注目されたりとか、あとはここ数年、こんにゃくをこう小さな粒状タピオカみたいな形にして、我々タピオカこんにゃくなんて呼んでるんですけど、はい、タピオカの代用として、この間までの、まあ、タピオカブームもありまして、うんうん、そういった形での消費、まあ、こんにゃくいわゆる、まあ、煮物だったり、おでん、それから鍋物で使うような消費の形し方以外での形っていうのも少しずつは増えてはいるんですけども、市川食品さんでその粒こんにゃくの取り組みというのがもう本当にいろいろな企業さんとか、デザートだけではなくさまざまなこう調理法という提案などもされているということなんですけれども、ちょっと商品とかあのヨーグルトに入れたりとか、はい、こんにゃくを、そうですね、粒こんにゃくを、はい、まあ、こんにゃくって、まあ、低カロリーである、はい、
でやっぱ独特のこう食感が、はい、ブリブリっとした食感が、うん、あのアクセントになりますので、はい、まあ、例えばヨーグルトといったようなものとか、あとデザートとか、はい、まああのまあ、タピオカは、まあ、あのこのもちもちっとした食感になるんですけども、うん、まあ、こんにゃくで代用した場合には少しそれとは違う食感にはなるんですけども、うん、まあ、こんにゃくの良さは長時間あの液の中に入っていてもいわゆる伸びないので、まあ、品質の劣化が少ないということもあって、賞味期限の長い食品の中のタピオカの代用品として使われたりとか使っていただいたり、まあ、そういった形で、まあ、今まで、のこんにゃくが登場しなかった食シーンで、まあ、そういった形を変えて、まあ、麺状にしたりとか、まあ、粒状にすることによって、まあ、なるべく皆さんこんにゃくに触れていただく、こんにゃくを食べていただく機会を増やしたいなと思ってるんですけども、すごい企業努力ですよね。そうですよね、いろいろと変わろうと、はい、もうまたこの若い社長だし、いろいろアンテナ張ってそうな社長さんやから、いろいろやろうという、うん、僕は子供の頃なんかおじいちゃんおばあちゃんにはもうあのこんにゃく食べなさいと、なんか体に溜まった砂を落とすからとか、そういうなんか言い伝えみたいなんてよく食べさせられたんですけど、聞いたことないですか？あのその通りで、こんにゃくは胃腸の砂おろしとか言いますよね。胃腸のほうきって言われていて、はい、まあ、体の中の、まあ、老廃物を、まあ、今風に言うとデトックスって言われるんですけども、まあ、体の中をきれいにする、まあ、こんにゃくには食物繊維が、なるほどなるほど、含まれてますので、それがいわゆる吸収されずに、胃腸のものをそのままか押し出してくれるということもあるということで、まあ、こんにゃくを食べなさいというのがよく言われてたんですけどね。でこんにゃくだけじゃなくて今置かれてるのはこれところてんと、はい、あとその横にあるのはくず切りとかみつ豆、くず切り、はい、みつ豆、はい、はあ、この辺は どういう思いで、もう原材料同じですか？いや、全く違います。うん、まあ、ところてんの原材料は天草って言われる海藻。海藻ですよね。はい、確かに、まあ、伊豆産の、まあ、厳選した天草を、これも 100% 伊豆産の天草を使って、うん、丁寧に仕上げています。うん、こんにゃくってやっぱり、冬の食べ物いうふうになってしまうので、我々もこんにゃく屋は冬場忙しいんですよね。どうしてもこう夏場はこんにゃくを召し上がっていただく機会が減ってしまうと。そうなんですか。やはり鍋物だったり、おでんとかってやっぱり寒い時期の食べ物なんで、そういう時期にやっぱ豚汁に入ってたりね。そうです、はい、そういった温かい食べ物でこんにゃくを多く召し上がっていただきますので、はい、もう圧倒的に秋冬の消費量が多くなるので、まあ、我々どうしても夏場生産量が減ってしまうということがあるので、じゃあ夏場だけ召し上がっていただく食材ということで、まあ、日本の四季に合わせて、春夏暖かい時期に食べていただくとなると、まあ、冷たく冷やしたところてんをつるっといただくとか、くず切りみつ豆、まあ、そういったやはり涼味と言われるようなものを、まあ、春夏で生産をして、まあ、1年を通じて、まあ、我々としてはしっかり生産ができるような、そういったことで取り組みとして、こういった、はい、料理デザートにも力を入れてます。その食感が好きなんですかね、あの食感のものばっかり作ってる、うん、そうですね、私もくず切りが特別にあのこんにゃく芋でできてるものなのかなってちょっと思ったりしまったんですけど、くず切りには少しですけどこんにゃく粉を入れてます。少し入ってますね、はい、滑らかな食感になるので、まあ、そういったことも、まあ、こんにゃく製造から の流れで、使っております。これでも姉さんもあれなんでしょ、うん、群馬のスーパーではもう見慣れた商品ばっかりなんでしょ。そうなんですよ、そうなんです。直接ねこうやっぱりこう地元の企業さんの商品買いたいなと思って行って、こう後ろ見て、あ、市川さんのだって買ったりとか、たまに違う県のかって、あ、違うって。いやでも今後またあれなんですか、よくある声めっちゃ入ってるかもしれない、今後こんにゃくゼリーみたいなのも自分たちもやろうみたいな、そんなのないんですか？そうですね、まあやっぱりこんにゃく、まあ、我々としてはこんにゃくを主体とする食品、まあ、群馬県が、うん、こんにゃく芋 94% ぐらいも群馬県で作ってる、まあ、ある意味日本の産業の一つになってますので、まあ、そのこんにゃくを使ったものっていうのが、まあ、ある意味こう何ですかね、地域貢献、群馬で取れたものを群馬で作る、使って皆さん召し上がっていただくという、まあ、そのサイクルをなるべく、まあ、大きな輪にしていこうという思いはありますので、やっぱり、まあ、ある意味、まあ、こんにゃく屋っていうのを、まあ、スタンスの主体にはしたいなというふうに思います。こんにゃくラーメンとかこんにゃくパスタとか、はい、何でもいけそうやから、ですよね、めちゃめちゃ楽しみですよね。こんにゃく屋さんとおっしゃいましたけど、うん、ね、練り屋さんっていうふうに
立ち位置とおっしゃるんだそうです。なんか粉屋さん練り屋さん、そうですね、群馬県にはまあ、こんにゃく芋の農家さんがたくさんあって、農家さんがこんにゃく芋を作って、そのこんにゃく芋を乾燥して、まあ、粉にするっていう、はい、製粉化する業者さんっていうのがいらっしゃって、まあ、それをまあ粉屋さんって我々呼ぶんですけど、そのこんにゃく芋を粉にしたものを我々が水で練って、こういった皆さんがよく練習していただくこんにゃくを作りますので、こんにゃくの粉を、まあ、水で練って、こんにゃくに仕上げますので、我々は練り屋っていうふうに言われます。農家、粉屋、練り屋、この3社が、まあまあ、群馬県のこんにゃく産業の、まあ、を支えているわけなので、まあ、この3つが地域にとって欠かせない、はい、そうですね、これがこんにゃく産業を支えているということになります。いやぜひ今日こんにゃく食べてみたくなりましたよね皆さんぜひこのいろんな思いでこの市川さんのこのね話す姿見てもこんにゃくに対する思いが伝わってくると思いますので、ぜひこの市川食品さんのこんにゃくを手に取っていただいて、地元のね食材地産地消でね召し上がっていただければと思いますけど、こんにゃく通じて群馬の町をどんな風に盛り上げていきたいか、最後ちょっと社長聞かせてください。そうですね、こんにゃく、群馬県がどこにあるかわからなくても群馬イコールこんにゃくっていうのは関西の方でもご存知の方いらっしゃって、まあ、そういった意味で、まあ、群馬イコールこんにゃくっていうところを、まあ、もっとね、日本それから、まあ、世界にもっていうことは将来的には考えたいなっていうふうに思っています。でもまずやっぱり、群馬県がそのこんにゃく農家、粉屋、練り屋、この3社が、まあ、その地域にね、とって欠かせないものになるような、まあ、そういったね、やっぱ地元にしっかり根付いた形の商いをしていきたいなというふうに思っております。なるほど、いやー、楽しみ、何でもできそう、ほんま、こんにゃく餃子もいいなとかね、もう何やったら香川県がうどん県言うてたみたいに群馬県こんにゃく県言うてもいいんじゃないかなっていうね本当ですね、はい、ということで市川さん、これからまたどんなおいしいものを届けてくださるのか楽しみにしておりますので、また遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで、DJ キジャプト素敵な仲間たち、今回は、こんにゃく、思いを込めたこんにゃくを作ってくださっております株式会社市川食品、市川秀久社長に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、こんにゃく券しよう